私たちの思いをすごく代弁してくれている歌詞だなと思いました。青い僕らのごめんなさい、本当にこれもすごい可愛いもう一回お願いします。不織布に隠れた僕らの全てを。自分のイメージカラーはそう、なんかすごいオーラが見える友達みたいなのがいて、そしたらピンクって言われました。だからピンクなのかなって思っとるけど、なんだろう、ダスティーピンクとかくすみピンクとか落ち着いた色が私は好きかな。あ、いいっすね。ごめんください。めっちゃいいお金の人くて、これはもう即決で、ダンス気持ち的にも保てるのかなって思ってたんですけど、みんなが教えてくれたおかげで頑張ることができて、楽しく頑張るっていうのを頑張った、何回頑張ったってやったんやろはい、っていう感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。メイキングです。お疲れ様です。ずっと交番書いてます。まもなく4時です。もうすぐ5時半になります。まもなく5時50分です。はい、このほどよろしくお願いします。本当に何かあったらすぐご連絡ください。現実の色味を使ってどれだけこう美しい世界を作れるかみたいな、自然な感じの色味を目指してます。その中でちょっとこう影、シャドウの中にブルーを少し足したりして爽やかな感じを実はそっと入れたりする予定です。実は、益子と僕は2回目の
ミーティングからずっと同じ場所でやってたんですよ。高校から一緒なんですけど、高校の時にずっと音楽をやってて、その時からずっと一緒で、曲が 何曲か候補曲が出たって言ったら2人で聞いてその場で感想を言い合ったりしたし、共通言語がたくさんある相手ではあるのですごく頼れるなとは思ってますね。みんなに気づかれないように、一応同じ部屋にいることを気づかれないようにやってるんですけど、どっかで気づいてほしいって思いがあって、昨日とか Mac をこう並列で2台並べて2画面で2人でこう画面行き来しようぜみたいなの考えたりして。ではよろしくお願いします。お疲れ様でした。今日は以上にします。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いいたします。なんかどうやったらみんな笑わせられるかっていうのを考えてました。質問ないと違いますか。なんかすごい真面目に答えちゃったけどいいですかね。一言で喋るのとか苦手なんですよね。なんか一言で表すとかなかなかできないタイプ。応援してくださってる皆様にその会えないっていうのはもちろん悲しいことなんですけど、最初は結構戸惑うことが多くて、その画面上に何をお話しすればいいんだろうとか、その画面上なのでなんかどうやったら楽しさが伝わるんだろうとか、どうやったら見てくださってる方々が楽しんでくれるんだろうっていうのをすごい最初はやっぱりいろいろ考えて、最初は結構不安とあと焦りとっていうのを感じてましたね。ありがとうございました。来週あと2日あるのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃメイチング感ある。
では皆様よろしいでしょうか。はい、ではこれをお待ちください。はい、音お願いします。何でしたっけ、前はですね、なんだっけ、恋愛感情制御レベル2みたいな。好きは？いや、絶対結婚しようなりました。すいません、今ちょっと仲介の者から電話が来ておりまして。去年も一緒にやってた青山祭実行委員のスタッフさんが僕に声をかけてくれたっていうのが嬉しかったのでやろうかなっていうのはありましたね、
た情熱は呆れること情けないもので、笑うのこらえているよ。後で少し虚しくなった。これありだわ。しかも十字架じゃん、キリスト教やん。どっから、あ、これいいな、やっぱこれにする。ボーカルボーカル、いいよこれだな。角度といい、光といい、アーシャ感。ありがとうございます。頑張ります。ずっとキャーキャー言いながら2人で見てました。うん、あ、猫好きなんですね。猫好きですね。あ、いい、うんうん、すげえこれ。はい、OK です。ありがとうございます。すごくいいバットだったと思います。ありがとうございます。すごい MV なんで。うわぇーかっこよ。 OK だと思います。じゃあ、これでスワーの皆さん、オールアップです。お疲れ様でした。私たちの思いをすごく代弁してくれている歌詞だなと思いました。はい、はい、青い僕らの全力は感動に変わるという歌詞があるんですが、こう今私たちがミスコン活動を通して全力で頑張っていることが、自分たちの感動、そして見てくれてる方への感動へとつながったらいいなって思いました。
ありがとうございました。はい、さんです。ありがとうございました。私はミスコンに出てみて、そう、周りの他の候補者たちがみんな可愛くて、もう可愛くて細くて中身もいい子たちばっかり で、そんな中もみんな夢に向かって頑張っている中で、自分は何に向かって頑張ってるんだろうとか、やっぱり少しでもみんなに近づかなきゃなっていう思いと不安がやっぱりありました。もういろんな人に応援してもらってるなっていうことを実感して、もう家族や友達、その友達の友達だけじゃなくて、今までミスコンを通して私のことを知ってくれた方にも応援してもらうことがあって、もう自分も成長しなきゃなって頑張ろうって思いました。後ろね、この概要紙とか貼ってるもんね、普通だったら。セリフだ。そうですね、やっぱり不安はたくさんあって、人からどう見られるとか、自分を第三者の目で見ることってすごく難しいので、やっぱあの不特定多数の方に私がどう映るのか、どう思われるのかなっていうのはやっぱり経験したことがないのですごく不安だったし、まあどうあるべきなのかとかってすごい考えちゃったりするんですけど、1234567でこうカメラが動きます。まあ、それも葛藤があったけど、さきちゃんの配信が楽しいとか言ってくださるおかげで、なんか自分らしく保てたところがあったので、すごいあのもう皆さんにありがとうございましたという気持ちが多いです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もオールアップということで、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。反発。お疲れ様です。
何する？じゃあ今のさっきの竹内君をもう一回やってもらって、もう一回テイク2で、テイク2でお願いします。ちゃんとしないと。テイク2だから。これでオールアップになる。これで撮影全部終了ですみたいな。お疲れ様でしたみたいな。焦ってる部分とか、あとは今大学に通えない中でその感じてるそのやらせないもどかしい感じとかがすごく曲に出てるような気がしてて、今年オンラインで青山祭をやるっていう以上そこは大事にしたいなっていうのは一番ベースにあったので、会えないっていうのはもちろん悲しいことなんですけど、こうオンライン中でしか喋れない中でどうやって伝えたらいいんだろうっていうのをすごく悩みました。特定多数の方に私がどう映るのか、どうあるべきなのかとかってすごい考えちゃったりするんですけど、それをどう表現するかっていうところをずっと考えてましたね。それで画面越しにやってみようとか、画面の外と中で内側でやってみようとか、そういうところはまあ大川とかと映像的にどういうことができるかっていうところと話しつつ一日中考えてとかで出したっていう感じですかね。周りの他の候補者たちがみんな可愛くて気持ち的にも保てるのかなって思ってたんですけど、そういう時こそ音楽ってすごい力のあるものだなと思ってます。私自身もすごく勇気づけられた曲だったので、僕たちはこういうことをやったよっていうなんかあれに象徴的なことになればいいなと思うので、ここで少しでも何か感じた人はいろいろ行動を起こしてみてくれたらいいなと思ってます。夜に切り取った雲をよく空は二度とない一瞬なんだよ僕らの本当に一瞬だ。大事にしましょう皆さん一瞬を。今はこの一瞬は今しかないんだよってことに気づけたあなたはもう頑張れます。だから無駄にせず行動していきましょう。楽しく最後の学校生活を過ごしましょう。ありがとうございました。ソアでした。バイバイ。ありがとうございました。皆さん見てください。はい、監督はさんでした。はい、ありがとうございました。益子さんだけこれやってないんですね、まだ。 ありがとうございます。